お疲れ様です吉谷さんネットビジネス10年やってきて思うんですけどもスマートフォンが出てきてインターネットがね使い放題になって非常に環境は良くなりましたよねで多分20年前には考えられなかった生き方がこの10年ぐらいで出てきたんじゃないかなと思いますし実例がたくさん出てきましたんでね、まあ、中には嘘もあると思いますけども だけどもやっぱり本当にそうなってる人がいるからこそまがいものも出てるというところはあるんじゃないかなと思うんですよ。で今ね嘘をやっっっててていいた人結局なななくなってるじゃないですか。だからなんかね誰かが言ってたんですけどもネットビジネスの業界は勝たなくていいと。いるだけでいいんだと。いるだけでいなくなっていく人から浮かび上がって自分の足場ができるっていうふうなことだと思いますけども。まあ、にしてもね、 あるる程度稼いいいでででななととこもきんでまあ何て言うの月収100万でなくてもねそれこそ月収3万5万でもずーっとやってったらその,安定した稼ぎのベテランにはなるわけですよねまあ、まずはそういった立ち位置もいるのかなと思います、まあ、何もかも自由にはならなくてもね毎月のサラリーマンのお小遣い2万3万が5万10万になるだけでもだいぶやりやすくなると思うんですよねまあそういった自分の足場を作ることもまあ 一向じゃなないいかなと思いますよ、うん、でも50過ぎるとね転職するにしてもそれから20代からずっと長い間勤め上げて50代になるにしても多分そんなに自由度はねないと思うんですよね。だから自分の力で自由とかお金とかを掴み取っていくっていうのはやっぱり思わないといけないでしょうねやらないとねで。その方法が昔ははなかったけど今は スマートフォンがあればそこでね商売できますからね SNS にしてもなんか情報発信しても YouTube にしてもねネットワークビジネスだってねやっぱこうインターネットを使うことによって勝っていくことができるわけですよだってインターネットビジネスとネットビジネスあのネットワークビジネスってむちゃくちゃ親和性があってネットワークビジネスって結局ねあのカフェに集めてみんなでこうね話を聞いてもらうみたいな リアルの速度のやつがいるわけですよ。やつっていうか、リアルの速度でしか行けないやつが。でも、インターネットによって情報を発信して気づいていただいて、それでインターネットを通じて、あの、申し込みをお願いするとね、やっぱそこで決まっちゃったりしますからね。だから、ネットワークビジネスで勝利しようと思ったら、ネットを使うことでしょうね。<laughs> うん、それに尽きると思います。 まあそうすることによって、ネットワークビジネスの商品がどんだけいいんだって言っても、ネットワークビジネスの商品を買い取るサイトとかがあると、そこから商品そのものが好きな人は買えばいいってことになるんで、おかしな負担とかなくなりますからね。だからそういうふうに、転売の効かないようなもの、例えば私、あの、スマホの、あの、電話代ですか。電話代をネットワークビジネスかけてるんですよ。そういうプランが、ずいぶん前から、5年ぐらい前からあるんで。そうすると、私から、 スマホの契約をした人っていうのがだいたいね末端まで広がって1000人いるんですけどもそっからネットワーク収入って入ってくるわけなんですよそしてスマホとフォンっていうの誰もやめないでしょスマートフォンなんでやめるかっていうと電波の質が悪いからっていうのと料金が高いからっていうやつなんですよだから料金高くもないし電波の質も問題なければ一回契約した人がそれこそ生涯にわたって契約し続けるんで私のところにコミッションが入ってくるってことになりますからね 他社と比較して高いんだったら別ですけどねネットワークビジネスの商品って,他社と比較して高いいじゃないですかそれを変な理屈で白衣の博士が出てきてこれはすごいんだって言うから無理やり買ってますけども実際体感できなけければ高いだででしょだから体感できるものってインターネットの質がよくって毎月の通話料金がね利用料金が安くってってこの2点が揃ってればそれがネットワークだろうと何だろうとやめないじゃないですか。 そこに私がね5年前にネットワークビジネスを通じてスマートフォンに参入した勝利の法則があったかなと思います。まあそれでね毎月10万でも20万でも入ってくればこれはかなりのね美味しい案件になりますからね。ということでいってらっしゃい。